少し話を聞いてもらってもいいでしょうか。とてもつまらなくて、ただの言い訳だと思います。それでも聞いてもらえますか。私は生まれた時から巫女姫になることが決まっていました。正直なところ、そこに疑問を抱いたことはありません。母の姿を見て育ったからだと思います。巫女姫の務めは自分が継ぐものだと普通に思っていました。物心ついた頃には母の見よう見まねで舞を舞っていたそうです。私の母親は明るい人なんだそうです。笑顔を絶やさず、明るく元気で優しくていい大人のはずなのに、いつまでも少女のような人だったらしいです。私の前ではそんな風に屈託なく笑ったりはしなかったからです。母の笑みはいつもどこか悲しそうでした。少女のような人だと思ったことはありません。私にとって母はよく泣く人でした。あと謝罪もよくされました。私が巫女姫としての努力を重ねるたびに、ごめんねと、うまく舞えたと報告しても、純粋におめでとうと褒めてくれることはなかったと思います。先ほども言った通り、私は巫女姫として生きることに疑問を持っていませんでした。そのことが余計にお母さんを苦しめていたんだと思います。そんなお母さんを見て、お父さんも悲しそうな表情を浮かべていました。愛情がなかったとかそういうことではありません。優しい母で、私はちゃんと愛情を感じていました。だからその分苦しんだんだと思います。小さい頃の私にはそれが理解できませんでした。理由はわからないけれど、私という存在がお母さんを傷つける、わかるのはそれだけ。私がその日会ったこと、楽しかったことを報告するたびに、母は悲しそうに笑いました。きっと私の巫女姫としての努力が足りないから、だからもっと頑張らないといけない、そう思って頑張れば頑張るほど母の謝罪も増えたんです。どうして私は母を謝らせてしまうのか、もしかして私は生まれてこない方が良かったんじゃないか。当時の話ですから、今でもそう思っているわけじゃありません。その考えが変わったのは、巫女姫を取り巻く事情を正しく理解し始めた頃です。友竹の娘には巫女姫になる以外の選択肢がない。その時ようやく分かりました。お母さんはきっと巫女姫になる未来しか与えられないからという理由で泣き謝罪していたんだって。だから私は言いました。謝らなくていいから、お母さんの責任じゃないから、私は悲観なんてしてないからと。そしたらまた泣かせてしまいました。幼い子供にそんなことを言わせたという現実がさらに傷つけてしまったみたいです。吉野は昔からしっかりした子でね、自分の状況をしっかり理解していたんだと思う。それは私の本心だったんです。お母さんを恨むことはもちろん、将来を悲観してもいませんでした。本心だったからこそ私は悔しかった。この気持ちが全く届かないことが。でも
呪いを解くことができれば、その時には私の気持ちがお母さんの心に届くかもしれない。そう決めてからは母を苦しめないように過ごしたつもりですが、謝罪が減った気もしませんでしたね。巫女姫の肩書きが疎ましく思えたのはこの頃です。そして、巫女姫を正式に継いでからも呪いを何とかしようと頑張りました。舞を奉納してお祓いをして、でも何一つ進展させることはできなくて、マコに迷惑をかけたり、お父さんに大怪我をさせたり、生まれてからずっと誰かを傷つけてばかりで怖かった。そうして傷つけるたびに私も悔しくて辛くて逃げたんです。私は最初アリチさんからも逃げました。でもそれはあの時のお母さんと同じです。あんなに悔しかったのに、自分がその思いをさせる人間になっていたんです。そしてそれを自覚しながらも保留にすることしかできなかった。本当に私は最低です。それはちょっと違います。そう思えたのはあなたのおかげです。あなたがいてくれたから変わりたいって思いました。私に気づいてくれたから、私の気持ちでもちゃんと届くって教えてくれたから、だから私は好き。好きです。お弁当美味しいって、これからも食べたいって言ってもらえた時、本当に嬉しかった。死んじゃうぐらい嬉しかったんです。そうですね、せっかく踏み出せたのに
死んじゃったら意味がありませんよね。やっぱり強引な人です。それに頑固でひじっぱりで、私に従ってくれません。上げ足ばっかり取る意地悪な人です。面倒な人です。はい、褒めてませんから。でも約束は守ってくれる人です。プリン、また作ってほしいです。私の言葉はちゃんと届くんですよね。